河野洋平、河野洋平、河野洋平、1937年、昭和12年1月15日台は、日本の政治家、衆議院、議員、14期、衆議院議長、第71.72代、副総理、村山内閣、村山改造内閣、外務大臣、第123.128から131代、内閣官房長官、第55代、 科学技術庁長,長官、第39代、原子力委員会委員長、第39代、自由民主党総裁、第16代、新自由クラブ代表、第1.3代を歴任。2003年、平成15年から2009年、平成21年まで、日本憲政史上最長の期間にわたって、衆議院議長を務めた。副総理兼国務大臣、東京オリンピック担当、 農林水産大臣等を務めた、当人派の実力者だった元衆議院議員の河野、一郎は父、元参議院議長の河野健造は叔父、外務大臣で、衆議院議員の河野太郎は長男。いわゆる従軍やんふについて述べた、河野談話を発表したことで知られる。1955年、昭和30年、早稲田大学高等学院を卒業し、 早稲田大学政治経済学部経済学科に入学、同級生に、福田康夫。1959年、昭和34年に大学を卒業し、丸紅イーダ、1972年に、社名変更して丸紅となるに入社した。大阪本社財務部、食料部、東京支社佐藤食料品部に勤務。丸紅イーダ在籍中には、 富士スピードウェイの建設にも関わっており、富士スピードウェイの運営会社として設立された日本ナスカー株式会社の副社長も務めていたことがある。ただしその後、同社の経営権が三菱辞書に事実上場とされたことに伴い、サーキットのオープンを待たずに経営陣から退いている。あと、米国スタンフォード大学留学、日料社長を務めた。1965年。 昭和40年、父、一郎が死去。1967年、昭和42年、父の地盤を継承して、自民党公認で、初出馬、トップ当選を果たす、当選同期に、山下元里、増岡博之、加藤武月、塩川正十郎、中尾栄一、藤並隆、夫、武藤義文、坂本三十次、塩一夫、水野清など、自民党では、 父が率いた河野派の流れを組む中曽根派に入会。1972年、昭和47年、第二次、田中閣営内閣の文部政務次官に就任。若手時代は、自民党のプリンスと呼ばれ、勉強会、政治工学研究所、成功権を主催。超派閥的に、党内左派の中堅、若手議員を従える立場にあった。1974年、 昭和49年の田中閣営内閣の総辞職に伴う後継総理、総裁選出に際しては、公選が行われることを見越しての公の擁立運動が成功権を中心に展開された。しかし、話し合いによる後継者決定、シーナ裁定が当時の実力者の間で規定路線となっていたこともあり、擁立運動は挫折した。また、三木内閣発足時には、 環境庁長官への起用が予定されていた、党内左派の反発で流れた。1976年、昭和51年に、成功権のメンバーだった、田川誠一、西岡武夫、山口俊夫、小林正美、有田和俊と自民党を離党、新自由クラブを結成し党首に就任。決闘直後の総選挙では、都市部を中心に一挙に十七人の当選者を出す。 躍進を遂げた。なお、1976年、昭和51年の新自由クラブ立ち上げ当時に、日本放送の深夜放送、オールナイト日本パーソナリティを務めた経験、1976年7月30日放送、がある。1979年、昭和54年、西岡の離島、自民党副党によって、打撃を受け、総選挙では惨敗した。あと、 代表を辞任している。また、自民党が、同年の総選挙で過半数割れした後の40日構想の、際に、当時の平正義首相から連立の申し出があったが、自民党内の反対で立ち消えになった、連立政権で渡川が、文部大臣に就任する予定だった。なお、1981年、昭和56年には、映画、A じゃないかに、 原一の新役で出演したこともある。1982年、昭和57年、河野の政界の師匠である中曽根康弘が内閣総理大臣となると連立政権案が浮上。1983年、昭和58年、新自由クラブは第37回衆議院議員総選挙で過半数割れした自民党呼びかけに応じ連立政権に参加した。 1984年、昭和59年に新自由クラブ代表に復帰。1985年、昭和60年には、第二次中曽根再改造内閣で、科学技術庁長官に就任し、政界入りから18年目で、初入閣。1986年、昭和61年新自由クラブは、回答し、河野も自民党に復党する。 かつて所属した中曽根派から帰って来いと言われたが、中曽根の高派体質がなじめず、断り、尊敬する宮沢喜一が領収を務める高知会に入る、当時は宮沢派。しばらく活動を抑えていたが、1991年、平成3年には宮沢総裁実現に貢献し、1992年、平成4年、宮沢改造内閣で、 内閣官房長官に就任し、また国務大臣として、婦人問題を総合的に推進すため、行政各部の所管する事務の調整も担当した。1993年、平成5年、小沢一郎ら大量の離党者と総選挙で過半数を割った宮沢内閣が総辞職すると、新党先駆けを結成した竹村正義らを懐柔する目的で、後継総裁に、 後藤田正春が浮上。しかし後藤田が誇示したため、自由民主党総裁選挙に立候補し、渡辺道夫を破って自民党総裁に就任。党総裁としては初めて首相の所信表明演説に対して代表質問を行った。1994年、平成6年に政府提出案であった政治改革関連法案が参議院で否決された際、 細川森弘首相との投資会談で法案修正で合意した上で成立させた。また、羽田政権総辞職後の政権構想では、自分の首相就任を断念して、日本社会党の村山富一を主犯に擁立して、自社さ連立政権、村山内閣を成立させ、自民党の政権復帰を実現した。河野は同内閣で副総理、外務大臣に就任した。 九百九十五年、平成七年の第十七回参議院議員通常選挙で与党が敗北すると村山は自民党総裁である河野に政権全償を提案。しかし、小渕派会長の小渕恵三が総裁選前の交代を強行に反対したために見しなかった。総裁選挙では河野は幹事長を三塚派の森吉郎から三塚博史に交代するなどして、 再選戦略を展開したものの、同じ宮沢派の実力者である加藤浩一が橋本龍太郎を支持したことにより、出馬自体に追い込まれる。後継の総裁となった橋本が、閣内で通産大臣だったこともあり、副総理も橋本に明け渡している外務大臣職は内閣総辞職まで続投。史上初の内閣総理大臣に就任していない自民党総裁となった。 また、自民党総裁経験者で、衆議院議長になったのも、河野だけである。1998年、平成10年12月には、宮沢派の後継をめぐって加藤との対立を鮮明に、するが、派内の河野支持者の劣勢に加え、河野本人が、当時宮沢派を離れ、無派閥であったことも影響し、加藤が後継者に決定した。翌1999年、 平成11年1月、河野を支持し、加藤杯の意向に反発して宮沢派を離脱した、カ谷茂、シ麻生太郎、藍沢秀幸、江藤聖志郎、森英介らと、大友会、河野グループを結成し、会長に就任。1998年、平成10年の自民党総裁選挙では、宮沢、加藤らの小渕恵を支持に反し、カ谷ヤ、麻生らと共に、 梶山政清六を支持した。1999年、平成11年には小渕内閣で外務大臣に就任。続く森吉郎内閣でも続投し、2000年、平成12年7月の九州、沖縄サミットでは G8 外相会議の議長を務めた。2003年、平成15年に行われた第43回衆議院議員総選挙後の 衆議院議長候補選人に際して自民党総裁として政権奪還の悲願を果たした功労者でありながら内閣総理大臣に就任できなかった功労の境遇を見かねた森吉郎に打診されて衆議院議長に就任。イラク戦争については疑問を呈しながらもやむを得ない決断として武力行使を指示した。2005年平成17年7月の国会で 郵政法案に増反が出て5評差の僅差で、可決された時には可否同数になった際の議長決裁も想定していた。2005年、平成17年8月に衆議院解散で議長失職するが、総選挙後の9月に議長期間が短かったこともあり議長再選された。2006年、平成18年、衆議院議長在任のため派閥活動に、 関与していなかったこともあって、派閥会長の座を麻生に譲ることを決意。この際、河野派から麻生派への移行では麻生に都合が悪いとして、12月15日に大友会を正式に解散し、その上で麻生が新たに派閥を結成する形式を取った。2007年、平成19年には国会事務総長経験者が就任することが慣例化していた。 国立国会図書館長人事について、衆議院議長の強い意向として、情報工学者の長尾誠を起用した。2008年、平成20年、ガソリン国会でのガソリン税等を暫定税率、延長問題に絡み、与党が提出した、つなぎ法案に対し野党が反発し、国会が混乱した際、江田さつき参議院議長と連名で、 予算案と歳入法案の徹底審議を行って、年度内に一定の結論を得ることで、つなぎ法案を取り下げるものとしたアッセガ案を提示した。与野党は、両院議長のアッセガ案に合意した。その後予算案は結局強行採決され、歳入関連法案は、衆議院でみなし否決をした上で再可決された。2008年、平成20年9月17日、 次期衆院選に立候補せず、政界を引退する意向であると報じられる。翌9月18日、正式に表明し、牧島カレンを後継とする意向も示した。同年11月20日、衆議院議長としての在任日数が1786日となり、明治から大正にかけて議長を務めた大岡育造の記録を破り、県政史上最長を更新。2009年、 平成21年7月21日、衆議院は解散され、解散証書を読み上げるとともに2029日務めた議長の任と議員生活を終えた。また、その後行われた第45回衆議院議員総選挙で、河野の前任の議長を務めていた渡沼田美介が落選したため、次期国会の招集時には一時的に議長経験者が不在となった。2011年、 平成23年秋の叙勲にて、東海大受賞を受賞。早稲田大学競争部の OB で、父、一郎、叔父、健造も歴任した日本陸上競技連盟会長を務めていた2013年退任。年初に開催される箱根駅伝では、中継所や、往路のゴールにて、自身の出身校である稲田大学の選手の到着を待っている姿が、 しばしば目撃される。上記陸連会長として、資金を不正運用した上に巨額損失を出している、東京マラソンに関する、共産金を計上しない、人事を身内で固め陸上と、無縁な人物を入会させる、等の行為を内部告発されている、週刊新潮2009年3月18日発売号より。また、競争場のオーナーブリーダーとしても知られ、父、 河野一郎から引き継いだ、須の牧場のオーナーとして須のことぶき、1966年菊花賞、須の香り、1971年大花賞、須のちぐさ、1973年優秀品馬を輩出した。その関係もあり、現在日本軽手馬協会会長を務めている。なお、須の牧場は河野洋平の次男である河野二郎が社長を務めている。 出身地、選出選挙区ともに、首都圏であるが、自民党総裁としては、初代の鳩山一郎以来である。河野以後では、小泉純一郎がいる。河野は、新自由クラブを結成した1976年、昭和51年頃より、異常な疲れを感じるようになっており、直後に、重度の肝機能障害を指摘された。これは後に、C 型肝炎と診断され、 さらに1997年、平成9年にアメリカ合衆国で受けた肝臓の生検の結果、肝硬変に近い状態まで進行していることが判明した。これに対して、インターフェロンによる治療を受けたものの改善なく、2000年、平成12年には横断が出現、また、肝性脳症による意識障害も生じるようになっていたという。2002年、平成14年、 息子らの勧めによって肝臓移植を受けることを決定、同年4月16日から翌未明にかけて、新州大学医学部附属病院において生体肝移植を受けた。肝臓のドナーは息子の太郎であった。手術は成功したが、河野は自身の C 型肝炎感染経路については不明としている。河野は1980年に、 朝鮮総連25周年行事に参加して、と祝辞を送っている。1993年、平成5年、韓国のロタイグ大統領は従軍慰安婦問題で、韓国停身大問題対策協議会らが主張する強制連行の有無について、真相究明を求め、日本政府は強制連行となる証拠が発見れずに対応に苦慮していた。韓国への外交的な配慮をするため、 河野は文章を探す調査だけでは十分でないという部分もございますから、関係された方々のお話もお聞きをするということを考えていますと、国会で答弁し、7月26日から30日にかけて、韓国の太平洋戦争遺族会から紹介された16人の慰安婦に対して聞き取り調査を行った。宮沢喜一改造内閣の官房長官として、それまで認めていなかった。 慰安婦の強制性を認め謝罪する慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話、河野談話を発表した。河野は談話中で、総じて本人たちの意思に反して行われた募集、移送、管理等の過程全体としてみれば、還元、強圧という方法により強制があったという趣旨の発言を行ったが、事前に、 韓国政府と談話の内容を調整していたことや、慰安婦の証言の裏付け調査をしていなかったことが明らかにされている。1997年に、平林博内閣官房内閣、外政審議室長が、従軍慰安婦に関する限りは強制連行を直接、示すような政府資料というものは発見されませんでした。と、国会で答弁しており、当時官房副長官であった。 石原信夫も当時の日本政府の調査では、軍など日本側当局が慰安婦を強制連行したという資料は確認されなかったと述べている。調査期間が短かった理由については、第40回衆議院議員総選挙で非自民党の連立政権が発足されることが確実になったため、政権としての実績を残したい焦りがあったためと指摘されている。 談話が発表された翌日に、宮沢内閣は、総辞職している。2012年8月24日、河野談話について、慰安婦の強制連行について証拠がないにもかかわらず、慰安婦の強制性を認めたことについて、石原慎太郎は、わけわからず、認めた、河野洋平という馬鹿が日韓関をダメにした、橋本徹は、証拠に基づかない内容で最悪だ。 日韓関係をこじらせる最大の現況だと相次いで批判し、松原ひとし国家公安委員会委員長や安倍進三元首相も河野談話を問題視するはずを行っている。また野田義彦首相も2011年の参議院予算委員会で河野談話について強制連行したという事実を文書では確認できなかったと発言している。河野は昔はどこの国でも 慰安婦は痛んだよと発言するのは卑怯です。スピード違反で捕まった人が、他の人もやっているじゃないかと自分の罪を認めず、開き直る態度に似ている。と批判し、河野談話以降の日韓関係は非常に良好だったじゃないですか、と河野談話が日韓関係の改善したと主張している。河野談話は証拠によるものではなく、 河野の個人的な政治信念に基づくものであることは本人により認められている朝鮮日報2012年8月30日付の取材に対して私は信念を持って談話発表した慰安婦の徴収命令を裏付ける証拠資料がないとする批判には処分されたと推定できると述べている河野は 韓国の太平洋戦争遺族会から紹介された16人の慰安婦からの証言、公開を証言は被害者でなければ語り得ない経験であると判断したことが慰安婦の強制連行を信じる根拠となったと発言していたが現在はインドネシアでオランダ人女性が日本軍に強制行された白馬事件を根拠としている慰安婦募集の強制性強制連行について 河野は、神の証拠がないと証言しており、また、背後に強大な、圧倒的な権力を持った者がいて、還元、あるいは騙して、女性を連れて行った。これはもう結果として断ることができない。本人の意思に反して連れて行かれたということは、言ってみれば強制だったという見解を述べている。河野談話は、当初から、強制連行を示す証拠がないにもかかわらず、 強制性が見られると述べている点が問題視されることがあったが、2014年8月5日及び6日に、談話の発火点ともされる朝日新聞の上村、流言記者の書いた、慰安婦強制連行を肯定する記事が、朝日新聞自身の検証により、資料の、御用都市強制連行については取り消したことを受け、日本政府は談話の再検証を実施、8月20日に検証結果の報告書を、 公表した。報告書は、ことを明らかにしている。翌21日、自民党政調会議では、正しい史実に基づき、日本の名誉を回復したい。国際社会に正しい情報を積極的に発信すべきだとして、河の談話に代わる、新たな官房長官談話を出すよう政府に受けする、ことを決定した。また、外国の報道や、 教科書に慰安婦に関する事実誤認があるとして自民党が日本政府に訂正の働きかけを求める提言をまとめたことについて河野はオランダ会員安婦問題謝罪要求決議を持ちして強制連行があったことは否定することのできない事実だと反論。なぜ申し訳ありませんでしたとできないのかと不快感を示した。外務大臣在任中。 日本が批准していた化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の発行に伴い、同条約4条から要請される中国国内に行きされた旧日本軍の毒ガス弾の処理において中国やソ連のも全て日本が全負担する取り決めを中国と交わした。なお、同条約及び付属文書では、 生き化学兵器の廃棄に必要な資金技術、人員施設等すべての必要なものを遺棄した定約国、つまり中国における旧日本軍の生き化学兵器については日本の責任用意することを求めており、また生き化学兵器の廃棄を発行後10年間2007年までに終了することを求めている。在日韓国人の女流たちが推進していたの大学における 外国人教員の任用応答に関する特別、措置法成立のため、藤波隆雄、森吉郎らと尽力をした。2000年、平成12年に外務大臣として国連からの要請は19万5000トンで、山崎拓と共に北朝鮮からの食料要請は最大限すべきであり、拉致疑惑のせいで支援できないのは議論の余地があるとして、 国船への50万トンの米支援を決定した。1975年、昭和50年に、太陽国の首都バンコクで行われた、東南アジア諸国連合外相会議に議員として、出席した際、登場した飛行機が、機体不良で台湾に緊急着陸した後に、中華人民共和国外交部長、外務大臣だった共感下に会った際に、私は、 台湾の空港で一歩も外に出ませんでしたと述べた。2001年、平成13年の台湾の離島期前、総統訪日に、中華人民共和国からの強い抗議を受けて、自らの外務大臣辞任をほのめかしてまで、入国ビザ発行に反対した。ビザが交付されたが、河野は辞任しなかった。2006年、平成18年8月15日、 全国戦没者追悼式の衆議院議長追悼の辞で、近城天皇、道子皇后両陛下の面前で、戦争を主導した当時の指導者たちの責任を曖昧にしてはならないと、戦争赤論に言及し、2007年、平成19年8月15日全国戦没者追悼式の衆議院議長追悼の辞においては、日本軍の一部による非人道的な行為によって、 人権を侵害され、心身に深い傷を負い、今もなお苦しんでおられる方々に、心からなる謝罪と、お見舞いの気持ちを申し上げたいと思います。と、両陛下と戦没者遺族が出席している中で述べた。安倍総理大臣が靖国神社に参拝したことについて、全く評価しない。今やるべきでないことをやっていると批判している。2015年、安倍政権の政権運営をめぐり、 自民党がこれ以上、右に行かないようにしてほしい。今は、保守政治というより、右翼政治のような気がするとの懸念を示した。2016年12月の安倍首相の真珠湾への異例訪問に対しての朝日新聞社からのインタビューで、中国人、韓国人に、日本への怒りが相当あるのは当然だと述べた。さらに朝日新聞記者が、首相に対し、中国、 韓国への配慮も案に求めたと補足したことに、産経新聞は、社説で両者を、理解不能、激しく戦ったアメリカとの歴史的な和解のための、訪問で、中間に、どう配慮しろというのか。そもそも日本は、韓国と戦争していない。と強く批判した。河野芥川隆之介の主寿の言葉での政治会の皮肉を引用して、中途半端で、容量を追えない知識。 見識をりかざす政治家より国民の肌感覚の方がはるかにまともである。と批判した。2017年5月の講演において自民党は会見党ではない中国の嫌がることばかりやっているなどと語った。荒木和弘は河野が外務省が票に出て第一線で当たるのに大事なことが二つある。一つは力属ではダメ。 話し合いでやらなければいけないということと主張していることについて相手は国家体制自体が拉致犯なのですからいざという時には実力で奪還するというオプションを持っていなければ話し合いによる解決もできないのではないでしょうか最優先されるのは平地者の安全ですから最後にはいろいろな手段が考えられますが安脇進氏が片手に棍棒を持って交渉すべきだと言ったように 北朝鮮には強硬策を持って臨んだ方が成果は上がるものと思います。強硬なことを言うと戦争をする気かと言われると言った人がいましたが数十人の日本人が長期にわたって拉致されているというのはすでに私たちが戦争の中にいるということの証明です。と述べている。クリントン米政権時の2000年、平成12年10月、オルブライト国務長官、 当時訪朝前にアメリカ政府は北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除を検討しており解除に極めて近い状況であったが日本政府河野は当時外務大臣が拉致問題等を理由に指定解除阻止を図っていたことがわかっている2011年平成23年3月19日に始まった北大西洋条約機構などによる 対リビア空爆作戦を日本政府が支持したことについて自身がコメンテーターとして出演していた TBS の報道番組サデーモーニング内にて当時中国政府がリビア空爆に反対していたにもかかわらず韓内閣第二次改造が NATO 軍の空爆を安易に支持表明をしてしまったことにより今後の日中関係に悪影響を与えると批判した 南京事件については認めつつ、中国政府が犠牲者を30万人としていることについては若干我々の意見と食い違うものもあると反論している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。